ドーハ30日イコール佐藤星、サッカー日本代表、FIFA ランキング17位、は31日、AFC アジアカップ、アジア杯カタール大会の決勝トーナメント、T、1回戦でバーレーン代表、同86位、と対戦する。チームは30日、当地で最終調整を行い、負けたら終わりの決勝トーナメント1回戦に備えた。 DF 富康武弘25イコールアーセナルが DF リーダーの自覚を示した。インドネシア戦に先発し、不安定だった守備陣を引き締め直した。自身が入ることによって基準が高まった。僕基準というか今までやってたところ、1、2試合目であるべきベースのラインに達してなかったのは間違いない、ときっぱり。 昨年9月のドイツ戦などでできていたことができなくなっていた。僕基準というより、代表基準だと思う。その中で、そこを統率していく責任はあると思っている、と頷いた。チームは3試合5失点ながら、自身が出場している時間では無失点。イラク戦では後半から出場し、 インドネシア戦も後半37分に途中交代するまでは完封した。富安無双状態が続いている。彼がプレーしている時は失点しないよね。そう言われる選手になることは目指しているところ。そういう選手になっていけるようにやっていきたい。前回大会では同大会日本最年少得点を奪ったが、その後 A 代表での得点はない。 ここまでゴールもアシストもないので、そこは僕自身、狙っていきたい、と貪欲に構えている。その上で、僕だけじゃなく、こういう大会、ましてやトーナメントに入ってからはどうしてもヒーローというのが必要になってくる。それが僕であれ、誰であれ、ヒーロー的存在が毎試合出てくるべき。と、英雄、出現を熱望した。